方法はあるにはある。意識空間は何も知らぬ者にとっては非常に抽象的なものじゃ。じゃがわらわはちょうど鋭意の眷属を言い換えれば、その場所が空間のどの位置にあるか具体的にはわからぬが、何時を鋭意のもとに送ることはできるということじゃ。抽象的位置、何言ってるんだよ。理解しなくてもよい。もっと簡単に言うと、今のあやつの周りにある全てのものは混沌に包まれておる。乱流のように無秩序、無理に入れば荒波に飲まれ、時間と空間の中に迷い込んでしまうじゃろう。だからこそ、一心浄土に入るときは意識を物体へと宿す方法が一番安全なんじゃ。やめとくよ。 お前たちが行ってきてくれ。まあ行かなくてもよいじゃろう。最悪 A を失うだけじゃろうしな。どお前がなんもわかった、行くって。決意は固まったようじゃな。では何時らを送るとしよう。これは、いや、何でもない。この乱れた感じ、わらわの考えを裏付けておると思っただけじゃ。そうじゃ、空間に入るときは何時の願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。抽象空間の巨大な波に飲まれないためには、自らの意識を一定まで高める必要がある。意識を強く保ってこそ、わらわは何時を最も適した位置へと送れるんじゃ。扉が開いたぞ。入るがよい。わらわは外で待機しておる。何時の最後の保険としてな。わらわの神、何時に託したぞ。わらわのため、そして稲妻のため、全力を尽くしてきてくれ。巫女を信頼していいんだよな。さあ行ってくるがよい。何時の願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。意識を強く保ってこそ、わらわは何時を最も適した位置へと送れるんだ。どうやって再びここへ？それにどうして姿が昔と同じままなのですか？この戦い、実に懐かしい。今のあなたの意志は、まるで永遠に関する規則を定めた時と同じように固いのですね。無数の戦いの中、あなたは一度も負けることなく、一片の迷いもありませんでした。たとえ私が永遠における全ての敵を目の前に示しても、あなたは動じなかったでしょう。それほどまでに規則に従おうとする意志、称賛に値します。あなたこそ、まさに永遠の守護者の名にふさわしいもの。彼らがこの空間に戻ってきた時、まるで運命に導かれた必然のように感じました。では、この決戦をもって、私たちの500年以上にわたる宿命に
終止符を打ちましょう。決戦？まさか。旅人さん、下がっていてください。私にとっては次の始まりとなります。蚩尤を決するに必要な時は王国の繁栄と滅亡を見届けられるほどのもの。蚩尤を決するに使わんとする力は大海を覆し天を滅ぼすほどのもの。蚩尤を決するに求めし意志心を尽くし無双を転覆してしまう。しかしあなたは今なお私は永遠に存在し見切りました。ストップ。逃げ道はありません。愚鈍です。見切りました。千住の戒めか。ここまでです。あなたの勝ちを認めます。あなたは過去を超えることができないと考えていましたが、私の思い違いだったようです。あなたの魂を軽視していました。永遠に摩耗することのない意志は、結局のところ、未来を抱けないのですね。あなたは未来の心配をする必要も、一人で前に進む必要もありません。あなたの強さは私が一番よく知っています。私一人の力ではこの決闘の敗者は私だったでしょう。しかし武芸の形と限界は刀を振るう理由によって決まります。私が背負えしものは天候へと向けられた幾千もの眼差し。それを思うたびこの無双の一心が震えるのを感じるのです。まるで誠から受け継いだこの刀が私に気づかせ鼓舞しているかのように私も感じていました。先の戦いの中、それは確かに新しい力を放っていたこと。その力は私の認識をも超えたものです。これは誠の刀です。もしかしたら私が彼女を心から理解した時にのみこの刀は全力で応えてくれるのかもしれません。無双の一心を強く握りしめると彼女と一緒に戦っている感覚になります。馴染みがあるのにそれを知らない感覚。一度も刀を振るったことのない彼女がずっと私のそばにいるかのように。認めましょう。あなたのその新たな意志は摩耗によって生まれたものではない。もうあなたの規則を修正する行為を妨げるつもりはありません。これからもこの身はあなたの協力者です。もう変えることのできない規則を作りはしません。あなたはこれまで私の過去を表す存在でした。しかし今日からはあなたが私です。誠はただ一度たりとも私を武器とみなしたことなどありませんでした。私も決してあなたを道具とはみなしません。本当に変わったようですね。これが人間のよく言う成長というものでしょうか。わかりました。私があなたの影となりましょう。かつてあなたが誠の影であったように、私の行うべき責務に変わりはありません。しかし武者として今後もこのような戦いの機会があることを期待しています。勝負そのものについてはまだ不服と
そういうことですか？いいえ、ただ今までに感じたことのない新しい感覚だったからです。あれはもう一度味わうのに値するものでした。もう戦いは終わったのか？これで本当に全部終わったんだよな。こんにちは、エイ。それからこれを見届けている者たち。私はライデン誠。かつて責務を全うすることができぬまま散り、あなたたちにあまたの厄介事を残してしまった前代の雷神。誠？私は今とても嬉しいわ。あなたならきっとここまでたどり着けると信じてた。私は無双の一心へとかすかに意志を残しておいたの。あなたがその力を全て発揮した瞬間、私が現れるようにね。どうしてこんな回りくどいやり方をしたのか。それはあの時のあなたが自分の考えを信じて疑わず何も聞き入れようとしなかったからよ。ただ私にはあなたの考えが変わるまで待つ時間がなかった。だからこのような形であなたを待つことにしたの。どうか許して。しかしそんなこと私には一度も。全てが急すぎたのよ。本当にごめんなさい。いきなり稲妻をあなたに託さなければならなくなり、ずっとあなたに悪いことをしたと思っていたわ。あなたが無双に固執しないためにも、もともとこれらの道理は私が順を追って教えていくはずだったのに。あの時カーンルイヤで起こることが分かっていたのですか？ええ、多少ね。どの属性の失勢にとってもあそこは無視できない存在だから。今の私にはもう時間を感知することができない。この再会がどのくらいの時を経たものなのか、そしてその間に稲妻で何が起きたのかわからないけど、それでも私は知っているわ。あなたはきっと幾度となく涙をこぼしそうになりながらとても険しい道を歩いてきた。そうよね。幾度となど私を見くびらないでください。ほら、認めてるじゃない。そういった可能性も考えてあなたに贈り物を残しておいたわ。稲妻の苦痛を和らげるためにね。これを受け取って。私の最後の意識が消失する前に。でも最も重要な一歩はあなた自身の手でね。神を守る奇跡の木。今は誰も見たことのない未知の存在。いつ現れるのか、どこで発芽するのか、全てはそれを生みし者の心と夢次第。命を授けてあげて、エイ。まさかこれは。時間を無限に引き伸ばし、夢は一つ一つの節目を輝かせる。この二つが出会うことで神王は天理の金庫から解放され、漆黒の中から咲くの。そして悪夢は消え去り、現実は良き方へ。私たちの望む光景も依然と先に。残念だけど私は稲妻の未来を見届けることも、あなたと一緒に行くこともできないわ。知ってる、エイ。私今とても嬉しいの。最後の願いも叶ったから。あなたの薙刀は無数の災厄を払ってくれた。ずっとあなたには申し訳ないと思っていたの。
些細なお返しだけど、あなたが目覚め新たな出会いを迎えるまで信用があなたのために時間を稼いでくれるわ。どう？きっともう役に立っているでしょ。今度こそ本当にさようならね、エイ。現在の A が自らの意識空間に信用を植え、それが過去の稲妻で発芽した。そう簡単には信じられぬ、実に奇怪な話じゃ。これらは全て誠の力です。永遠に関して彼女の理解は私より深いものでした。永遠は時間と密接に結びついた概念です。永遠に触れれば時間の概念が曖昧になります。時間そのものに意味はなく、条理によって解釈することも不可能。なるほど、これこそがわらわの感じた乱流じゃったわけか。もしかすると何時らがあの時間に無事戻れたのはそれが原因だったのやもしれぬな。じゃがあの乱れた感覚はもう消えておる。まだ私も完全には理解できていません。ただ全ての根源があの種であると私の直感が伝えています。もし信用がなければ、稲妻は何百年も前に災いと汚れによって飲み込まれていたかもしれません。何時が信用に奇妙な感覚を抱いておるのは知っておる。じゃがわらわから言わせれば、信用はずっと存在していたんじゃ。昔何時はこの信用が誠の意識空間とつながっていることをわらわに証明しようとしたが、残念ながらうまくいかなかった。そうじゃろ？ええ。ですが今分かりました。あの時はまだ信用が植えられていなかったのです。でもあの木、今の姿とは全然違うと思うぞ。信用はわらわの縄張りに植えられたものじゃ。当然わらわの好みに合わせて剪定しておるに決まっておろう。おい、そんな勝手にやっていいのか？冗談じゃよ。発芽してから今までこの木は数多くのことを経験してきた。狐が精魂込めて世話してきたおかげで今の形となったのじゃ。わらわと完全に無関係というわけでもないぞ。何時らが空間を離れてから再び入るまでの間、時間は少ししか経っておらんかった。なのに内部の戦いはすでに何百年も続いておった。そうじゃな。わらわが思うに、旅人何時はわらわの言いつけ通り、自身の願いを心の中で念じておったのではないか。あの時わらわは A の居所を感知しておったが、同時に内部の時間の異常にも気づいておった。もし時間もわらわたちの追い求める要素の一つであるならば、位置のみを知っているだけでは不十分。じゃが幸い何時らの強い意志によって、その乱流は全ての願いが収束する時間の交差点、最も大きな可能性を秘めたあの瞬間へと何時らを連れていった。乱流の方向は誠の影響も受けていたかもしれぬが、 A を助けられたのは皆の努力があったからじゃ。今回は何時らに礼を言わねばならぬ。もしかしてオイラたちがあの決戦に立ち会えたのは偶然じゃなくて必然だったのか。
私はもともと空間の外と内で時間の流れが一致していると思っていました。ですので旅人さんが再び現れた時、とても驚いたのです。あの瞬間、私が真っ先に思ったのは、もしや稲妻に大きな災いが起きたのではないかというものでした。しかしあなたが来たのは私を助けるためだった。あなたが来たことで私は最良の結末を迎えられました。お二人ともありがとうございます。私のためにしてくださった数々のこと、しかと心に刻んでおきます。エイ、大丈夫じゃったか？体はすでに回復しています。将軍の意志も、もう私と抗うことはありません。体ももちろん重要じゃが、それよりもわらわは気持ちが落ち着いたかどうかが知りたいんじゃ。まことの意識にあったのじゃろ？ただ彼女の声を聞いただけで、あってはいません。大丈夫です。少し懐かしいと思っただけなので、私はもう前へ進むと決めています。しかし、今回のことで確信しました。まことは本当にすごいですね。彼女はあの時すでに、稲妻の未来に起こる数々のことを予想していました。何より私の未熟さも、すべて彼女の計算に入っていました。稲妻が今日を迎えられるのも彼女のおかげです。私はただ種を一つ植えただけです。そうだぞ、エイは自分の力で誠の前に戻ったんだから、それだけですごいぜ。ありがとうございます。今日ようやく汝と稲妻は何百年も続く影から完全に抜け出せたようじゃな。誠と汝は稲妻にとって不可欠な過去と未来。あなたからそのような慰めの言葉を聞けるとは、珍しいこともあるのですね。素直に受け取っておきましょう。なんじゃ、これも全部昔の汝が聞く耳を持たなかったからじゃろ。誠と同じこと言ってるな。ほう、なら将軍の位にわらわが2日ほど座ってもよいのではないか。はい、や、そんな面倒なこと、やはりごめんじゃな。冗談はここまでにしましょう。私はこれから数多くのことをやらなければなりません。将軍と共に現在の稲妻をよく観察し、現状を整理し、未来について考えます。そして鎖国を解除します。本当か？それって大変なことなんじゃないか？私はもう静止するだけの永遠を追い求めることはしません。であればこの国を封鎖する必要もないでしょう。きっとこれから稲妻には多くの壁が立ちはだかることになります。それについて私もとても期待しています。